皆さんこんにちは、ボンドチャンネル通知パフォーマンスです。今回はボンドショップ東京でカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはフロントの石井くんと、はい、はい、なんと前代未聞でございます、はい、オーナー様のインスタグラムアカウント名まことんさんです、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。過去持ち主が車両紹介に出るっていうことはありましたでしょうか？あ、なかったですね、はい、ただ今回ちょっとあのオーナー様のまことんさんに、はい、ちょっとこの車のこだわりと、はい、カスタマに至った経緯と、はい、あとちょっとその前の車歴も僕お伺いしてるんで、はい、ちょっとその辺なんかを動画でお伝えできればな、はいはい、そしてこれ車が SVJ ですよ。 SVJ をいじるなんていうのがありますか？はい、スーパーベローチェジャパン、はい、ジャパンじゃないです、はい、リオータです、はい、なんでちょっとそのカスタマイズしたところも今回紹介したいと思います、はい、でまず今回これ色がどうなっちゃったんですか、はい、お二人色はこうなっちゃいました。はい、もともと赤ですね。あ、そうです、もともと赤。なるほど、もともと赤い SVJ を今回このラッピングで、はい、そうですね、緑色にしちゃうという、はい、前から緑にしたいなっていうのがありまして、まあ、それで石井さんにちょっとご相談して、はい、あ、そうなんですね、はい、じゃあもともとオーナー様である誠さんの希望で、まあ、そうです、はい、緑色、はい、東京店なんかでも結構こうフロント主導で緑にしちゃいましょうよなんていうノリが結構あったりしますけど、うん、まあ、でも実際結婚までには結構時間かかりましたよね。確かに1回悩み出して、はい、どうしようかなみたいな、1年ちょっとかかりましたね、はい、で今回この全面緑色ということで、もう貼ってあるの分かんないですね、これ。そうですね、はい、めちゃめちゃ綺麗ですね。めちゃめちゃ綺麗に貼ってありますね、はい、本当に、うん、ボンド東京さんならではですね、はい、そしてさすがにこう緑色の SVJ っていないっすよね。いないっすね、うん、はい、そんなに少なくとも僕は見たことがないという、はい、はい、とてつもない奇抜なカラーになってるんですけど、まあそれがかっこいい。ありがとうございます。なんか合ってますよね、そうですね、SVJ のこの形とシルエット、うん、はい、この緑メタリックがもともと63仕様にしてたんですよね、はい、あのラインは入れてなかったんですけど、はい、だからバンパー下とかそのサイドスカートっていうか、うん、サイドシルとかその下側は全部マットブラックでもともとラッピングしちゃったんです。あ、なるほど、この辺はじゃあ購入時にはもう合ってたという、そうですね、はい、あとルーフ関係、はいはいはい、あ、そうなんだ、そうそう、だから意外とこう全面貼ったっていうよりはそのうちの半分貼ったって感じです。あ、なるほど、赤い部分残った部分を全部貼っちゃったんですね。そしてあとよく見るとこれプロテクションも施工してあるということで、そうですね、はい、はい、じゃここの辺は傷防止しつつ、まあ、いくらフィルムとはいえ、はいはい、うん、なるほど、ただプロテクション貼ってあっても全然本当にわからない。そうですね、はい、言われないとわからないぐらいの塗装ぐらいの艶があるという、うん、はい、上から貼っていただいてるんですね、プロテクション上から、はい、下です、下あ、プロテクション、プロテクション貼ってある上で貼ってます。そうですね、はい、あ、プロテクションがこれ中にいるっす。あ、いつもと逆パターンなの、うん、あ、そうなんだ、もともと貼ってあったんで、あ、それを剥がすのもったいないから、無駄にはならないっちゃならないですね、うんうん、なるほど、そんな感じになってると。あとはまたこの緑色とこのカーボンパースが結構似合うという、はいはい、マットのこの前回りだったりとか、この辺だったり、緑黒がすごくいいですね。そうですね、うん、はい、うん、そしてちょっと最初の方でご紹介したいんですけど、まことんさん実はこの SVJ の他にもアベンタドール乗られてたんですよね、はい、あ、そうですね、はい、以前青い S ロードスターを購入して、でボンド東京さんで12-21を置かせていただきまして、でその、まあ、その前からもお付き合いはあったんですけれども、はい、まあ、動画撮影はそれからしていただいた形で、はい、まさかのアベンタからアベンタに乗り換えるという、そうです、はい、S から SVJ、 そして足元が実はあの S の時も足元をホイール交換させていただいたんですよ、はい、はい、そうです、そして SVJ でも当然、はい、はい、まあ、これそっくりそのまま移植しました、はい、移植する形で、はい、これまたこのキラッキラの足元が、そう、なんか、はい、結構前の正直こうしてからラッピングしてから前の青かった S に近づいたかなって勝手に思ってるんですよ、うんうん、はい、雰囲気が、そうそうそう、なんか前もそんな派手な青じゃなくて結構濃いめの青だったんですよね、そうですね、はい、ですごいシンプルな中にホイールドーンって感じ。これ最初選ばれたのはまことんさんの、そうですね、石井さんとご相談させていただいて、まあ、いろいろな、はい、アメリカの単造ホイールをこういろいろあのご相談していただいた中で一番これがいいかなというところで、はい、ただなかなかこのフルポリッシュって選べないじゃないですか、ね、うん、
ドキドキじゃないですか。そうですね、結構納期はかかりましたね。そうですね、まあ、あとはまあ来てからの楽しみ、まあまあそうですね、一歩間違えたらちょっとメッキっぽくって、はいはい、こう車の方向性間違えちゃうと、はい、ちょっとこうキラキラしすぎちゃったりしますけど。そうですね、そうですね。ただこれはもう全部緑になるのも全部想像できた上で、はいはい、まあ、でもだからいい感じで本当この濃い緑が中和してくれる気がする。ああなるほど。前のエースもそうでしたけど、うん、両方パンチがあるからなんかバランス取れてるとか、うん、これで多分明るい色だとまあちょっとちいやらしくなっちゃうかね。そうですね、前赤い時はちょっとあまりこうホイールが目立たなかったという形だったんですけども、まあ、今回緑にして非常に目立ってるかなという。であと今回のポイントとしてはこれインナーが黒なんですね。そうです、はい、それはもうインナー黒にしました、うん、インナーまで結構ポリッシュにしちゃうケースなんかもありますけど、うん、この辺はこうディスクを際立たせるのと、まあそうですね、そういう意味合いもあり、まあ、今となってはキャリパー目立っていいかな。確かに緑にわざわざ塗ったんで、はい、あとは汚れが目立たないっていうメリットもあります。そうですね、まあカーボンブレーキだからあんまダストは出ないですけど。そしてさらっと緑に塗ったんですけどって言ってますけど、これもちゃんとラッピングの色に合ってるという、はい、そうです、同じ色ですね。ムラゼテックのミッドナイトグリーンか。絶妙な調色具合で一瞬迷ったんですけどね、あの無難にもともと、あれ、もともと何色でしたっけ。赤です。赤か、赤いボディに赤いキャリパーだったんで、もう一瞬グロスブラックに逃げるべきかって悩んでたら、あの内山店長が、石、お前それ違うよねって、天の声がフィルって、緑でお願いします。じゃあ誠さんにも、的にももうあ、いいじゃんこれっていう感じ。結構勝手にやっちゃいました。ここはそうですね。じゃあちょっとこうそうきたかっていう。あ、まあそうですね。はい。だから完成したのはどうですか。いやもう緑バッチリ合ってる。あ、本当ですか。満足度高い。満足度高いです、ね。なるほど。こんな感じの足元です、はい。そうですね。で、デズラももうそのまま付け替えたということでバッチリのままでございます。はい。そしてあとはもう横なんかもルーフなんかも全部このラッピングされてツートになってる。そうですね。はい。うん、そして後ろもこうコンケーブエグメのやつ、はいはい、12はやっぱりいいですよね。そうですね、はい、この削りだったりだとか、はい、ちょっとこのアベンタドールの複雑な形状に一番合ってるかなっていう気は僕もします、はいはい、これすごいですよね本当に。これを所有されて改造されるって。そうですね、まあ所有されるだけでもね、もう僕らじゃまあまあ、いやいやいや、もう想像もできない。ボンドさんからまあ圧があるんで、そこはやるんですよねっていう。それをカスタマイズして紹介動画に出るという、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、こんな感じになってると、はい、そして一点ここだけ、はいはい、ちょんまげ、はい、通称ちょんまげなんですか、ここ。そうですね、シュノーケルといえばかっこいいですけど。なるほど、ここがノビテックのパーツですね、はい、装着されてる。そことフロントがちょっとノビテック、フロント、あ、フロントもノビテック、はい、ダクトの部分で。ただマコトンさんの悩みとしては誰も気がついてくれない。そうです。基本皆さんには、ね、スルーされます。なるほど、はい、もうちょっと上にこう来ると思ったんですけど ね、 そうですね。ただちょっと車のインパクトとボディからのインパクトと足元のインパクトがすごすぎて、まあそうですね、ちょっとここがあの馴染んじゃうぐらいに見えちゃう、はい、うん、そんなのが今回ついてるみたいです。費用対効果が全くないっていやでも僕らはあの、はい、知ってるんでやっぱりすごいところちゃんと手の数やってるなっていう感じです。動画を見ていただいた方は触れていただきたい見かけたら触れていただきたい。見かけたらそうですね、はい、そして後ろに関しては、まあ、基本的にストックというか、はい、ですけれども、はい、もう迫力の造形ですから SVJ、はい、もう全然用取りしないというか。すごいっすよね、だからこれを本当に普段乗られてるっていうのは。まあ、ほとんど乗ってないんですけど、ね、ああなるほど。年にでも2回3回ぐらいです。2、3回ぐらい。どっちかというとじゃあ所有される方のこう喜びを。そうですね、もうカバーかぶしちゃってるんで、はい、ボンドさんの動画見てあ持ってるなっていうのを確認してる。でこう普段のこうモチベーションが上がる感じの。そうです、はい、いやもう羨ましい限りで。どうもです、はい、あとちょっとせっかくなんで中もちょっと見せていただきたいと思います。普段どんな感じで乗ってるのか教えていただいていいですか。普段はもう一切もう足をつけずに、はい、こうめちゃくちゃ気にしてですよね。もう貴重な車ですから。こんな感じですかね。なるほど。その乗り方はやっぱり乗ってきてる人じゃないと、はい、ですね、こんな感じですね。僕らがこう雑に乗るなんていうのは許されない車なんで、はい、そして中がこれフルバケなのが、はい、そうですね、ちょっとポイントということで、はい、フルバケットシートのなんか先ほどお話をお伺いしたら SVJ は割とこうフルバケじゃない車両も多いんですか。そうですね、そちらの方がまあ腰を皆さん痛めちゃうので多いんですけれども、まあ、僕これもともとボンドさんから購入させていただいてるんで。ありがとうございます、はい、でまあバケットシートをもともとついてたっていうので
なるほど、はい、熊本さん的には全然フルバケでも、あ、全然フルバケの方がいいかなっていう。なるほど、はい、そして中はもともとのボディカラーの赤をちょっと引き継ぐ感じで赤いアクセントがいろいろあって、ね、これはこれで、ね、残ってた方が、うんうんうん、それはそれでいいかなって。確かに真っ赤っかじゃないからね、うんうん、ちょっとこのステッチのカラーとか、そうですね、はい、ところどころの赤なんで、まあ、非常にまとまりもいいのかなと。いや中すごいっすねこれ。じゃあ降りましょうか、はい、すみません、ありがとうございます。とんでもないです、失礼します。じゃあ普段はじゃあこうこんな感じで乗ったり降りたり。そうですね、はい、はい、まあ年に 2,3 回なんですけど、はい、なるほど、はい、正直な話、本当多分一番多分乗ってない人ですよね。乗ってないですね、うん、まあまあでもいろんなこう楽しみ方が、そうですね、乗るもよし所有するもよし、はい、そんな車だと思います。じゃあ最後になりますけれども、はい、この SVJ は結構もう形になってる感じですか、はい、まだカスタムなんてあるか、まあ、完成っちゃ完成ですけどね。まあでもこの車は長いですもんね、多分長いですね、まあ、まだまだ持ってるんで。なるほど、だから、はい、まあこれ 言ってしまうとやっぱり引き継いできたホイールなんであまあ、まあ、この車で買ったわけではない。なるほど、やっぱりもうここになるんじゃないのかな、はい、なるほど、ちょっと思います。じゃあ今後に期待していいわけですね。そうです、まあ、2セット目ですかね。なるほど、はい、じゃあ2セット目装着した時にはまた動画でご紹介させていただきたいと思います。お願いいたします。というわけでこう、はい、前代未聞のオーナー様登場会でしたけれどもん、はい、こんな素敵なオーナー様が乗られている SVJ をご紹介させていただきました。はい、ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。